うわもじしがこしるうわもじしがこしるのに酔いまとうだもっとえっとどこかの通常気分上々上がって今ここで生きているこの瞬間目いっぱい叫び出せもうおもうおまた足りない。今は名古屋に向かってます。今日は27日、え、今日26だ26日、車でみんなで向かってます。エマちゃん寝てる。2月26日、もう名古屋すぐ終わっちゃった。ごめんなさい。画像を撮って忘れでした。なんと MV の撮影シーンを見せちゃいます。裏側をね。今回は2本立て、ダーリンとイージー&クレイジーの本を見せていきたいと思います。めちゃくちゃ快晴、嬉しい。泉さんが MV 撮ってくれました。本当に感謝です。素敵な MV になっておりますので、ダーリンと DJ& クレイジー、皆さん見てください。なんかとても素敵です。極悪プリウス、すごい穏やかな場所なので結構心が穏やかになりました。じゃあ、はい、この発展のあたりを、はい、ここ歩いてるんですけど、はい、そこからゆっくり車を走らせてもらって、うん、まあ、横からね、あ、なんか気づいて止めるみたいな、ヒッチハイクプリウスを、そう、はい、極悪プリウスを、マジ急に犯罪映画になりそうだけど、やばいよ。台湾事情、貧しかった時代は冷蔵庫もなく食べ物の保存が容易ではありませんでした。売れ残った食べ物を無駄にしないため、余った食材を湯葉で包み油で揚げて処理していました。その美味しさが口コミで伝わり、いつの間にか郷土グルメとなりました。へえ、やばいね。ナチュラル残飯使ってるね。すごいね。すごい、台湾な。でもね、雰囲気緩くていいよね、台湾、うん、好き。すごいよ。でもご飯はなんか全部茶色だね。で、ご飯全部茶色。でも大体あの茶色い食べ物美味しい、うん、大体ね、美味しいから。豆腐プリンとか行きたいな、本当に。台湾、台湾行き、台湾。そう、Vlog はね、あの、ルナちゃんあんま反応してくれないんですよ。Vlog 撮ってる時寂しいんですよ、ごめん。ちょっと真剣に撮っておりますので、そう、何しても反応しないから。いや、わざと踏んだわけじゃないから。後で、あと声を入れるために自分は黙ってます。そう、しかもポッピー2人しかいないじゃん。だから1人が Vlog 回すとマジで1人で喋るだけだから、こんなんなっちゃう、本当に。元気ない人になって、次あれこっちから回そうかな。めちゃくちゃ眩しかったです。
ップシーンですね。リップシンクって言うんだっけな。このドローがめちゃくちゃ可愛かったんです。お利口さんでとても可愛い初めてですね、ゴリポップの中で唯一ドローを使ったグルーヴのだっております。ありがたい。琴ちゃんの大好きなヘビも銅像みたいなのがありまして、琴ちゃんも喜んでるみたいな。いっぱい今写真を撮ってくれてます。海なんてあんまり行くときないから、こうやってみんなで一緒に行けると楽しいですね。あ、このシーンは好きですね。ちょっと皆さん MV と見比べてみて、どこのシーンがここなのか見てもらえたら嬉しいです。私たちを尻目にドローンをブイーンブイーンブイーンっていくから気にせずに演技してます。あー、でも本当に可愛かったんですよ。頑張れ頑張れ、ドローン動け、頑張れ。なかなか動かないですね。写真撮ってもらっても謝りね、なんかやれることを二人で考えてやってます。早めに早めの行動を心がけてます。えらい。風が強すぎてこの日はドローンが煽られてしまって、海のこの今見えてる海の方に行っちゃって、すごい危なかったですね。来ました。はい、日です。次の日というか別日ですね。この日はちょっとメーマちゃんが30分ぐらい遅れて、私は半分怒ってました。すごい東京タワーが見える場所で動画撮ってます。感じのシーンですね。エマちゃんも遅刻はしないでね。この時も本当になんか曇りだったんだけど、私たちが撮影するときは太陽が出てくれて結構良かったですね。はい、そして撮影スタジオに入りました。とてもこのシーンは分かるんじゃないでしょうか。分かりやすいところだと思います。こういう感じでめちゃくちゃ泉さんが頑張ってくださってて、いいいい、めちゃくちゃいい。あ、傘差し出してますね。このために泉さんが可愛い傘を探してくださって、めちゃくちゃ嬉しいなと思いました。とてもこの傘が好きですね。でも実生活で傘をあまりさしたことないので、
フランス人です。はい、そしてイージー&クレイジー編です。イエーイ、めっちゃハッピーになる曲です。なんか自由にやっていいよって言われたから結構自由ですね。二人とも。4人目。間違えちゃった。ガス爆発、ガス大爆発、ガスバスバス、ガス爆発、そう早口言葉を取ってます。ガス爆発、ガスバスダス、ガス爆発ガスバスガス爆発、バスガス爆発、ガスバスガス、バスバスガス爆発、バスガス爆発、おお、ガスバスバスこれでした。これは NGC を撮ってますね。おいしい？どっちの方が濃いかな？こういう NGC を作ってましたね。やらせです、やらせ。私がルナちゃんにしますね、じゃあ。うん。ハッピー GPR！いい感じ。これがあの MV になるってめっちゃ楽しいなって思いますね。すごいですね。と MV を作る天才ですね、泉さんは。なのでぜひ MV 見てください。もう1万回見てほしい。順調に行きましたね。思うがままよ。中華おこわ。めっちゃ美味しい。イエーイ。はい。今はイージー&クレイジーの撮ってます。イエーイ。あ、これうなちゃんがカチャンコやってるの。嘘、うん、うなちゃんが今まで憧れてた、なんて言うんだっけそれ、カチンコ、カチンコです。イエーイ、すごい、見てポッピーイージー&クレイジーって書いてあるよ。え、やって、カチンコやって、カチンコどうやって使うんですか、
カメラの前でこうやってやって、はい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 、シーンポッピーいいじゃなくて、ロール1のシーン1の14とか、うん、はいはいはい、テイク1用意スタート。おおぽーいイエーイ。ロールは言わないけど、シーンとテイクがナンバーワンで、こうなってて、そう、こことここ行って、用意、カチコ。へえ、それ誕生日に欲しいですか？そうですか。いい誕生日プレゼント見つけたかなって思ったけど。普通に小さいものがいいな。本当にあれだね、ミニマリスト。迫力ね、めちゃくちゃ、うん、写真とかもらうじゃないですか、うんうん、あれとかなんか捨てれなくて、うん、わかる、飾ってあるから、うん、家なんか美術館みたいになってきたよね、自分のそう、自分の、あ、自分のファンアートが飾ってある美術館みたいになって、そう、照れちゃう、自己肯定感上がるよね、ああいう部屋なんかめっちゃ愛されてるなってなる、すごい、ありがとう、はい。